最高司令官たる州知事、クレック・アボット州軍務局長たる陸軍少将トレーシー・イノリス・テキサス州防衛隊は、テキサス州軍を構成する3つの部門のうちの1つである。他の2部門と同様、防衛隊はテキサス州知事の指揮下にあり、また知事が任命した州兵総監により監督される。防衛隊の任務は、有事の際に州当局及び、 地方自治体に即応可能な軍事力を提供すること、行政当局に対する防衛援護の一環として、国土安全保障及び社会奉仕を担うこと、必要に応じて、陸軍州兵及び空軍州兵を増強することである。本部は、テキサス州オースティンのキャンプマブリー内に設置されている。合衆国法典第十二編及び、テキサス州政府法典第三十一章の下。 防衛隊は、州民兵として活動している。テキサス州防衛隊は、アメリカ合衆国における州防衛軍の一つである。有事における、テキサス州軍及び、行政当局への支援、増強、及び平時における、州兵組織及び、地方自治体に対する支援を任務とする。防衛隊は、連邦軍の指揮系統から完全に切り離されており、 連邦政府の指揮下に入ることがない純粋な州政府機関である。防衛隊は6個民事連隊、2個航空隊、1個医務旅団、1個水上連隊から構成される。入隊時の階級は連邦軍勤務時の階級のほか民間で受けた教育の程度によって決定される。軍での勤務や予備役商工訓練過程への参加経験がない場合、入隊時に 基礎適用訓練を受ける必要がある。防衛隊員の日給は階級に関わらず一定で、州知事の命令による出動及び2008年以降、開始された必須訓練への参加日数に対し、支払われる。基本的な組織構造や階級等の制度はいずれも、連邦軍と同様である。任務に当たる際には、各部門の規定に従い、テキサス州軍の制服を着用する。 陸軍及び空軍周兵の隊員と同様、防衛隊員にも州政府による勲章、気章等を受章する権利がある。例えば2005年のハリケーンカトリーナ及びハリケーンリタ上陸に再始出動した防衛隊員は州知事主君部隊章を受章している。テキサス州防衛隊の起源はスティーブン・オースティンが発足させた植民地民兵まで遡ることができる。 1823年2月18日、メキシコ帝国皇帝アグスティン一世は、最初のヒスペイン系入植指導者となったオースティンに、大使民兵組織の結成を許可した。オースティンには、中佐の階級が与えられ、その他の士官は入植者らによる投票で選出した。この直後、かねてより敵対的で入植者らとの小競り合いも、起こしていたインディアン部族との戦闘があった。 1827年、フレドニアンの反乱が勃発すると、オースティンの民兵隊は、メキシコ政府からの召集に応じて、鎮圧に参加した。1835年、テキサス各地に存在したすべての民兵組織は、サミュエル・ヒューストン将軍の元テキサス、共和国暫定政府指揮下の軍組織として、統合された。1836年に、共和国が独立すると、 この軍組織は正式にテキサス共和国陸軍として整理された。1845年のテキサス併合を経て共和国はテキサス州となり共和国陸軍はアメリカ陸軍に合流した。ただしこの時に一部の民兵組織は別途活動を続けた。1861年テキサス州が アメリカ連合国に組みすると活動を続けていた民兵組織に加えて新たに結成された民兵連隊などが結集し連合国軍に加わり戦った。1871年、いわゆるレコンストラクションの過程においてテキサス州各地で個別に活動を続けていた民兵組織が防衛隊として統合、再編される。1九百三年には連邦政府の指揮下にある テキサス陸軍州兵が設置され、従来の民兵組織の役割を引き継いだ。第一次世界大戦中に州兵の動員が進められた際にも、州兵に代わる州軍組織の設置を必要とする意見が連邦議会に提出されたことがある。これにより、戦時中は自衛のための軍組織を結成することが認められた。テキサス州議会でもこれに備えた法案を通過させたものの、 結局この時点では軍組織の設置自体は行わなかった。防衛隊の再結成は第二次世界大戦勃発後の1941年のことであった。同年2月10日、テキサス州議会は防衛法を承認し、知事による署名が行われた。これにより再結成された防衛隊は州軍務局長 j ワットペイジ陸軍巡将の指揮下に入った。 同年中に防衛隊の規模は17,497名まで拡大し、これに先立ち連邦政府が招集した陸軍州兵の規模を上回った。防衛隊には50個独立大隊が所属し、拡大隊は本部と複数の中隊から構成された。中隊数は一定ではなかった。民兵組織の活動を認める連邦法は百四十七年七月十五日に、 失効した。同年、テキサス州議会は、戦力保持のために、テキサス州防衛隊予備隊を発足させた。予備隊は1948年1月から業務を開始し、1955年に、連邦議会が、防衛隊の活動を改めて認めた後も10年間維持、された。1965年8月30日、第59回衆議会にて防衛隊を、 再建するための法案が通過し、これに伴い予備隊は解散した。当初、防衛隊の編成上の基本単位は、独立大隊だったが、後には連隊を基本単位として、再編成され、旅団級部隊もいくつか編成されるようになった。また、当初は不評及び、国内法案部隊が主な編成だったが、1970年代初頭からは、憲兵組織として、 再編成が行われた。その後、六個憲兵隊が設置され、州公安局が定めた管区を担当した。1979年、第七憲兵隊が設置され、州東部に展開する大隊の指揮統制に割り当てられた。1980年には再編成が行われ、第八憲兵隊と第九憲兵隊が設置された。当初の六個憲兵隊は、 ポートワース、ヒューストン、リオグランデバレー、ミッドランド、ラボック、オースティンにそれぞれ本部を置いていた。1993年、防衛隊は連隊を基本単位とする新編成に移行し、これに伴い従来の部隊名は全て消滅した。第1連隊、第2連隊、第4連隊、第8連隊、第19連隊、第39連隊の6個連隊が設置された。 1993年7月、キリーンでも様された、州防衛協会の大会において、防衛隊の新たな連隊機が発表された。連隊が独自の気象類を制定したのは、第二次世界大戦以来のことであった。1995年3月、第39連隊から抽出した戦力によって7つ目の連隊となる第9連隊がエルパソに設置されたが、 1999年には第39連隊に再統合されている。防衛隊員が主に着用する州軍の制服は、おおむねアメリカ陸軍の演誌や戦服と同様だが、気象類など細部が異なる。水上連隊においては、アメリカ海兵隊で採用されているマーパット、デザートパターンの迷彩が施された、野戦服を着用する。航空隊員は、 アメリカ空軍のアブや戦服を着用する。イム旅団の将兵も、衆軍の制服を着用するが、任務上の必要に応じて、連邦軍の指揮下に入ることが認められており、その場合は、連邦軍将兵と同様の制服を着用する。演習中の防衛隊、第四連隊第三大隊。戦闘は、ゲイリー・シャーマン少佐洪水によって、水源地が汚染された際、 無料飲料水の配布を行う防衛隊員。ブランコ側付近で捜索活動を行う防衛隊員防衛隊の空軍部隊は1996年に編成された。空軍州兵及び行政当局への支援を行う。沿岸部や河川部での支援活動を行うべく2006年に設置された。狩猟監視員や沿岸警備隊の活動も支援している。ありがとうございます。